パリ五輪のボクシング女子に出場する選手の挑戦が注目を浴びている。現地時間8月1日に行われる66キロ級2回戦に登場するイマネケリフ、アルジェリアと、同2日の57キロ級2回戦に参戦するリンユーチン、台湾だ。両者は共に昨年の世界選手権で性別的覚醒検査を不合格となり、出場権を剥奪された過去がある。 動画、顔面がボコボコに、ケリフがメキシコ人選手に RSC 勝ちしたシーンケリフとリンユーチンの女子競技参戦に医学的な問題はない、と国際オリンピック委員会、IOC は判断した。現地時間7月30日に出した声明で、2024年パリ五輪ボクシング大会に出場する全ての選手は出場資格及び参加規定。 適用可能な全ての医療規定を遵守していると述べていることからも明らかだ。だが、両者の女性選手としての参戦に依然として疑問不つくというのも、国際ボクシング協会、イバが主催する昨年の世界選手権で実施された DNA 検査で性別的覚醒検査を不合格となっていたのだ。その際にイバのウまるクレムリョフ会長は、 XY 染色体を持っていることが証明されたために二人は除外されたと明言。同団体も包括的な検討の結果、この決定を下し、競技の公平性と完全性を維持することを意図していたと説明する事態となっていた。実際彼女たちと対戦した選手からも、公平性に問題があるのではないかとする意見が投げかけられている。 22年12月にキリフと対戦したメキシコ代表のブリアンダ・タマラは、A 氏、ザ・テレグラフに、ボクサーとしての13年間のキャリアであんな力を感じたことはなかったと率直な感想を語っている。私は彼女と戦った時、自分の力ではどうにもならないものを感じた。彼女の打撃はとても痛かった。あの日にリングから無事に出られたことは神に感謝している。だから、 あの時にイバが問題に気づいてくれたのは良かった。もっともあくまでケリフトリン有賃の参加を問題ないとする IOC は、寛容性、を強調。選手たちに徹底したテストを課しているイバとは処分対象が異なる印象は否めない。打撃を打ち合うボクシングは力の差が露骨に影響する競技である。故に性別をめぐる議論は尽きないが、 果たしてケリフトリンユーチンはどのようなパフォーマンスを見せるだろうか。文、構成、ここからネクスト編集部。